おい、お前はヨウタの嫁だな。俺はヨウタの叔父のカズオだ。結婚したと聞いてわざわざ連絡してやったぞ。ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。ああ、我が緑川家の嫁として恥のないようにな。というわけで今日は特別に夫婦円満の秘訣を教えてやる。まず第一に、家のことは全て嫁がやるべきだ。え？掃除、洗濯、料理、全部お前の仕事だからな。旦那は仕事で疲れて帰ってくるんだ。その分家に帰ったらリラックスさせてやれ。専業主婦ならともかく私も働いてるんですが。女の仕事なんて簡単なものばかりだろう。そんなことで旦那と張り合おうとするんじゃない。はい？いいか、ヨウタが家に帰ってきたらすぐに靴を揃えてスリッパを出すんだ。それが妻の役目ってもんだ。そして疲れた夫に冷たいビールを出してやると完璧だな。はあ。それから旦那の言うことには絶対に逆らうな。嫁なら夫の言うことに絶対に従うこと。そして最後に男を立てること。外でもうちでも男を立てるのが妻の役目だ。妻の役目ですか。特に最後のが一番重要だな。例えばヨウタが友達や同僚を家に連れてきた時、お前は嫁としてちゃんと接待するんだぞ。とにかく旦那と友達が楽しめるように黙って尽くすこと。わかったか。これだけたくさんアドバイスしてやったんだから感謝しろよ。ありがとうございます、小僧さん。参考にはしたいと思いますが、でも我が家には難しいことだらけですね。何が難しいんだ。この俺がせっかく教えてやったんだぞ。先ほども言いましたが、私も働いてるんです。結婚後も仕事を続けるつもりですし。だから女の仕事なんて大したもんじゃないだろ。今時は共働きだからといって威張る女がいるが、旦那より仕事ができて稼げる女なんていないからな。私一応大手で働いています。それに実は稼ぎも私の方がヨウタより多いんですよね。なんだと。女ごときが男よりも稼いでいるのか。稼ぐ能力に性別は関係ありませんよ。というわけで我が家では家事はヨウタが中心に行う予定です。もちろん私も丸投げにせず協力するつもりですけど。は？それじゃあヨウタが嫁よりも多く家事をやるってことか。そんなこと男の恥だ。ヨウタに恥をかかせるぐらいならお前は今すぐ仕事を辞めろ。なんですって？今すぐ専業主婦になるんだ。そして嫁として旦那様を立てろ。それはできません。私は仕事が大好きですし、ヨウタもそんな私を応援してくれています。アドバイスいただけたことは感謝しています。でも私たちは私たちでお互いに支え合って生きていくつもりなので。ふざけるな。この俺がアドバイスをしてやったのに無視するつもりか。そんなんじゃ絶対に家庭崩壊、すぐに離婚することになるぞ。そうならないように二人で頑張っていきます。和夫さんの考えとは異なるかもしれませんが、どうか私たちのことを応援してください。何が応援だ。まさかうちの嫁に来た女がこんな生意気なやつだったとはな。俺のアドバイスに従わないと絶対後悔するからな。覚えておけよ。ねえヨタ、あなたの親戚を名乗る人から急に連絡が来てね。夫婦円満の秘訣ってのを教えてもらったんだけど、あまりにも時代錯誤すぎてびっくりしちゃった。もしかして和夫おじさんからの連絡だったりする？よくわかったね。いきなり LINE が来たの。俺のところにもついさっき連絡があったんだ。嫁に舐められるな、こき使って立場ってものを教えてやれって。古すぎる価値観を押し付けられてさ。でもまさかリナに直接連絡してくるとは。私は女が家事をするべき、男を立てろって言われたわ。アドバイスはありがたいけれど、私たちは共働きだし、話し合って家事はヨウタが中心、そう説明したら生意気な女だって怒られちゃった。はあ、本当にごめんねリナ。おじさんは昔からそういう考え方の人でさ、今更どうしようもないんだよね。大丈夫よ、ヨウタが謝ることじゃないし。でもあまりの頑固さにびっくりしちゃった。おじさんっていうか地元自体が昔の考え方っていうか古臭い面倒な価値観のまま止まってて、おじさんだけじゃなくて親族もみんな同じような考え方だし、本当にごめんね。本当に謝らなくていいんだよ。それにヨウタの地元のことは覚悟してたし、結婚式の時も大変だったもんね。豪華に親戚をたくさん呼んで盛大にって感じだったもんな。なんとか二人だけの小さな式を強行したけど、
俺まだ両親や親戚にそのことでチクチク言われてるし。え、そうだったの？俺は慣れてるから気にしなくて大丈夫。でもそういうわけだから俺の親戚たちとは距離をとっていいからね。親族の集まりとかもあるけど無理して出なくてもいいから。ありがとうヨータ。でもヨータにも立場あるだろうし大変でしょ。なるべく私も一緒に参加するからね。え、でも想像以上に面倒なことになると思うよ。嫁のくせにとか女の分際でとか言われるだろうし。そういう時は私がちゃんと対処する。波風立てるのはよそ者の私の方がいいと思うし、ヨータが孤立する方が私は嫌だな。あ、でもちゃんと私へのフォローはよろしくね。本当にありがとうリナ。俺リナのそういうところを本当に尊敬してるよ。そんなこと言われると照れちゃうじゃない。でも一番は私たちなりの暮らし方を認めてもらえることだよね。二人で少しずつ親戚の人たちにも分かってもらおう。そうだな。改めてこれから夫婦としてよろしくな。リナ、ちょっと相談があるんだけど。早速両親から今度の親戚の集まりに帰ってこいって連絡があったんだ。しかもあさっての週末に。なんかすごく急だね。しかも親戚みんながどうしてもリナも連れてこいって言ってるんだよね。特にカズおじさんが強く言ってるみたいで。一緒に来れそうかな？今週末は美容院の予約があったんだけど。どうしてもって言われると困っちゃうわね。無理をしなくていいからね。そういうことなら俺が一人で行ってくるよ。大丈夫だよヨータ。予定調整しておくから私も一緒に行くよ。え、本当に？新婚早々嫁だけは来ないとヨータが何か言われるかもだし。それになんか嫌な予感がするのよね。あのカズオおじさんが特に私を連れてこいって言ってるなんて。俺もそこがちょっと心配なんだよね。でも何か言われても俺がついてるから。頼りにしてるね、私の旦那様。それじゃあ美容院に早速連絡してくるから、ご両親と親族の方に私も行くって伝えておいて。一体何をするんですか？急に人にお茶をかけて追い出すなんて。お前が生意気だからだろうが。親族の集まりなのに嫁のくせに何もせず男と一緒に飲み食いして。女は台所にいるもんだ。男と対等に楽しんでんじゃねえぞ。そんなこと言われても私はあなたたちの召使いじゃありませんし。なんで女だけ台所にいなきゃいけないんですか？なんだと？今日の集まりの最初に和夫さんが言ってたじゃないですか。今日は私たち夫婦の歓迎会だって。だから私も一緒にお酒を飲んでご飯を食べて何が悪いんですか？うるさい。楽しむのは男だけに決まってるだろうが。女は世話をするのが基本。そんなこともわからないのか？ええ、全然わかりませんね。なのにどうしてこんなことをされるのか全く理解できません。今すぐ私に謝ってください。なんて生意気な嫁なんだ。嫁なら得意料理の一つでも作ってみんなに振る舞え。無理ですね。私は得意料理なんてものないので。なんだと？私料理が壊滅的に下手くそなんですよね。なので台所にいても足手まといでしかありませんし。だから邪魔にならないように台所にいないようにしたのに。お前女なのに料理が苦手なのか。そんなの女として終わってるぞ。ずっと思ってましたが、それ時代遅れですよ。誰が何を得意でもいいじゃないですか。性別は全く関係ありません。なんてやつだ。前からお前のことを生意気だと思っていたんだ。ヨータはよくこんな女と結婚したもんだな。こんな女は好きだと言われたので。それにヨータはあなたと違って私の魅力を十分理解してくれてますし。そんな彼と結婚できて私は本当に幸せです。今のはどういう意味だ？まさか独身の俺をバカにしてるつもりか？そういうつもりじゃありません。っていうか独身だったんですね。独身なのによく夫婦円満の秘訣を教えられましたね。うるさい。こんな生意気な女初めて見るぞ。きっと女のに働いてるからだ。しかも大企業で。はぁ？今私の仕事や職場は関係ないですよね。うるさい。いいか、お前がすごいんじゃなくて会社がすごいんだからな。そんなの言われなくても分かってますよ。だったら今すぐやめろ。え、なんでそうなるんですか？いいから俺の言うことを聞け。じゃなきゃ我が緑川家の嫁として認めんぞ。女が大企業で働くなんて生意気だ。くだらない仕事なんぞやめて専業主婦になれ。わかりました。黙って夫を支えろ。それが嫁のあるべき姿ってもんだ。
ではそのようにしますが、でも会社が私を引き止める場合は別ですよね。誰がお前みたいな女社員を引き止めるか。どうせ大した仕事もできないだろうし、引き止められもしないだろう。それはどうですかね。私これでも一応統括部長ですし。え？私大手食品メーカーみどりの下で統括部長を任されています。自分で言うのもなんですが、仕事はかなりできる方です。そしてその実績を買われての今の役職です。お前あの緑の下で働いていたのか。でも和夫さんがどうしてもと言うなら、一度退職届を出してきますね。これ以上ギャーギャー騒がれても鬱陶しいですし。ではお先に失礼します。おい、どうしてくれる。お前のせいでクビになったじゃないか。責任取れよ。私のせいでクビってどういうことですか。今日出社したらすぐに上司から呼び出されたんだよ。本社の人がブチギレてるって言われてな。お前退職届を俺の名前で書いたらしいな。だっていきなり辞めるにはそれなりの理由が必要かと思いまして。でも夫の叔父に言われてと書いても説得力も何もないですし。なので何か肩書きみたいなものがないか陽太に聞いたんです。そしたらびっくりしました。うちの会社の子会社で働いてたんですね。だからって俺のこと詳しく書く必要ないだろう。お前が書いた退職届を見せられた。子会社勤務の義理の叔父数58に女で大手企業勤めは生意気だと言われたためって。何一つ嘘を書いてませんよね。そういうことじゃないだろう。そのせいで俺の会社にまで連絡が回ってきて怒鳴られたんだ。本社の統括部長を無理やり退職させるなんて何様だって。しかもコンプラ違反ってことでクビにするって。私だって今朝上層部に怒られましたよ。こんな馬鹿げた理由で退職はやめてくれって。むしろ本当の理由があるなら教えてくれって疑われましたし。でもそのおかげで給料アップになりそうでラッキーです。なんだって。勝手に私が待遇に不満を感じていると勘違いしたみたいで。何も言ってないのに引き止められるし昇給アップになりました。ありがとうございます。ふざけんな。こっちはクビになったのになんでお前は給料が増えるんだよ。そんなこと私に言われても。でもそういうわけでお望み通り専業主婦になれずにすみません。きっと私のことはものすごく嫌いでしょうから、今後は和夫さんとは二度と会わないようにしますね。そんな配慮はいいから俺の首を何とかしろよ。こっちは昇給どころか無職だぞ。それにもう地元での居場所もなくなったし、一体どうしてくれるんだ。地元でも何かあったんですか。ついさっき親戚みんなから連絡があったんだよ。もう二度と俺は親戚の集まりに来なくていいって。むしろ来ないでくれってな。和夫さんだけ来るなって一体何をしちゃったんですか。お前にお茶をかけて追い出したから。さすがにあれにはドン引きしたって。あ、そういえばそんなことされてましたね。昇給が嬉しくてすっかり忘れてました。なんで俺だけはぶられるんだよ。みんなだってお前のことを生意気だって言ってたのに。嫁のくせに男と一緒に飲み食いしてて生意気だって言ってたのに。お茶かけて追い出したぐらいで手のひら返しかよ。まあでも思い返せば他の方々は和夫さんほどじゃなかったですもんね。和夫さんに同情して相槌を打ってただけっていうか。こんなの裏切りじゃねえか。孫に嫌われたくないから女だからってとやかく言うのやめたい。アップデートってのが俺たちも必要なんだよって。なんだよみんなして。あら、結構皆さん内心はいろいろと思うことがあったんですね。すごく素敵だと思います。これからは集まっても男女みんなで楽しもって、むしろしばらくは男たちが台所担当になろうって。なんだよみんなして女のご機嫌時なんかしやがって。反省ではなくご機嫌と言って思うところからもう残念ですね。どうやっても女性を下に見たいんですね。それにこれからは親戚の集まり自体も減らすっていうし、最低限の年末年始だけにするって。今までは月一で集まって楽しかったのに。俺はこの年で独身だし、賑やかな集まりが本当に好きだったのに。親戚の皆さんは和夫さんの寂しさを埋める存在じゃありませんよ。話し相手になってもらいたい。自分のお酒を継いでほしい。そんな風に楽しみたいならお金を払ってそういうお店に通ってください。通うにも金がないんだよ。こっちはお前のせいで無職なんだぞ。どうしてくれるんだよ。私は和夫さんの言われた通りにしただけですから、何を言われても私は謝ったりしませんよ。だって私すごく生意気な女なんで。ちくしょう、なんで俺だけこんな目に。いっそそれを考えるいい機会になったんじゃないですか。しばらく考えた方がいいですよ。なんて女なんだ。
こんな年老いたおっさんから仕事も居場所を奪ってなのに慰めてもくれないのか。あなたこそなんて人なんですか。甥っ子の嫁なんて遠い親戚を無理やり従わせようとして慰める以前に嫌われて当然です。この際はっきり言わせてもらいますが、私あなたのこと嫌いです。なんだと。最低限の親族付き合いはしますが、基本的にあなたとは会わないようにしますから、それだけのことをされて当然だとさすがに分かってくれますよね。それは。では私はこれで失礼します。今後は二度と私たち夫婦の問題に口出ししてこないでくださいね。その後ヨウタから聞く話によると、地元の親戚の集まりは年末年始の年一程度に激減。しかも食事はすべて出前、極力全員に負担のないように楽しく集まるをモットーに穏やかな集まりに変わったようです。そして私たちは無理のない範囲で参加したり欠席したりしていますが、何も文句は言われません。そして和夫さんはというと、本当に親戚の集まりは出禁に。今は派遣の仕事をしているようですが、派遣先でトラブルを起こしており、もうすでに派遣できるところがなく持て余されているんだとか、いろいろと苦労しているようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。